皆さん、こんにちは。好きを仕事にする大人塾、笠子塾塾長の笠子と申します。今日はすごい経歴の方ということで、なんと JAL のグランドスタッフを辞めて、葬儀屋を自ら立ち上げたというですね、三原一郎さんにお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。JAL を辞めて葬儀屋を起業されてるというすごい経歴ですね。もともとですね、JAL に入った年に、もう年齢はいいですけれども、今年還暦になるんですけれども、最初の2年目かに、大きい事故を体験したんですね。航空会社で。皆さんご存知かどうかわかんないですけども、御巣鷹山の事故で520人亡くなったあの事故の時に働いていて、で、まだ遺族になるかどうかわからないご家族の方にお茶を出さないといけない人になってしまって、その時の体験があまりにも衝撃的で、ずっと心に残っていたんですよね。そのね、東京発大阪伊丹行きで、本当に今では信じられないですけれども、日本の飛行機が、墜落をね、山の中山中に墜落をして、524名中520名が亡くなるという、日本航空史上、最悪の事故というところだと思うんですけれども、で、たまたま入社2年目で。そしてその日、本当に、制服のブラウスが赤と紺があって、たまたまその日、私は自分の好きな方を着てよかったんですよね。で、たまたま紺色を着ていたので、赤い人、さすがにそういう役にできないってことで、多分ですけれども、その紺色を着てたので、その方たちのお世話係に選ばれてしまったんですよね。しかそもして、通常の仕事を終えて、帰ろうとしていたところ、ちょっと混んだから、ちょっと今大変だから、ちょっとお茶出してって、何みたいな。そういうノリです。そういうノリです。で、しかそしも、たら、もう巻き込まれてしまったっていう感じだったんですよ。でも、本当にマスコミとかがとんでもない人数で来られてるので、男性の上司とか、そういう方たちもみんなそういう人たちに捕まってしまって、全くもう誰が何をしているかわからない、もうとてもカオスだったんですね。その頃、手書きでポスターに、搭乗者名簿をみんながこう書いていたり、電話を取っていたり、怒声がこう浴びる中、静かに静かにみたいな感じのところなので、私がまさかその貴賓室でお茶を出していることもみんなもう忘れてしまうような状態だったんですよ。そっか、とりあえずみんな、わかんないけど、なんかしなくちゃみたい で。そしういうかもあ感れじでだっすた。もんね。そこにいる、スタッフは福岡空港で働いてたそうなんですよ。ので、別に羽田でもないし、私、伊大丹阪でも伊丹でもない。ないので、ない。言ってみれば、事故の状況もよくわからないまま、そうです。だけども、なんか大変なことになっている。っていう感じの、だから自分たちもわからないけど、もうマスコミも、ね、その搭乗者の家族も、わっと来て、どうしようっていう大混乱の中で。本当そういう感じだったんですよね。じゃあ、それがあって、やっぱり、生と死みたいなことに考えるようになって、葬儀屋ってことなんですかね。その時はあんまり、生と死とか葬式がどうのこうのって思ったというよりは、その遺族かもしれないって方が空港に詰めかけてきた時に、私はだから加害者側になるじゃないですか。なのに、全く謝ることもできないし、こうかわいそうなんだけど、なんて言葉をかけていいかがわからなかったんですよ。もうその時なんていうふうな表現をしていいかわからなくて、謝ることもできないし、なんかこう、
よしよしとかも違うし、土下座するも違うし、なんかどうしていいかがわからなくて、で、若いじゃないですか、まだ20歳ぐらいだったので、本当どうしていいかわからないんだけど、その自分は航空会社に入って、割とイケてるんだと思い込んでたんですよ。まあ、成績もそんな悪くないし、英語もできて、そんな大企業に入れてと思っていたにもかかわらず、全く無力な自分にびっくりした。あまりに何もできないってことが衝撃すぎたんですよ、その時は。で、それからだんだん大人になって、まあ何年かその会社に行って、その会社自身がだんだん大丈夫かなっていう時期があったんですね。ギャルはね、経営破綻というか、ね、経営悪化みたいなところがありましたもんね。ちょうどその時に、同じ時期に、父が亡くなり、おばあちゃんが亡くなり、同級生の女の子、私は女子校だったんですけど、その女の子が亡くなって、本当同時期に亡くなって、その3つの葬式を目の前にして、もう全く全てが正しい。で、全部形が違う。正解がないんだなって思ったんですよ。そのなんか、時、お葬式っていうと、もうこうしなければならないんじゃなくっていて、うのが、それぞれ違ったっていでも実はそういうことってないんだなって思ったんですよ。その時にハッと思い出して、あの時に私はご遺族の方に何もしてあげられなかったけれども、今だったら、もう少し大人になって、こう立場に立って、その人に合ったことを手伝ってあげられるようになったんじゃないかなって思ったんですよ。こんなに形が何でもいいならば自分にもできると思ったんですよ。葬儀のプロデュースみたいなことがね。そういうことが、その人に合ったやり方を提案することができるんじゃないかなと思ったので、もうこういい、この航空会社はもういいと思って、もう次の日には辞表を書いて、もうやめようと思って、って思った時に。じゃあもう辞めるときはもう葬儀屋になるぞって感じで辞めた。葬儀屋になるっていうか、この仕事じゃなくて、私にはもっと違うことをやりたいと思ったんですね。もうなんか、どうなるかわからないけれども、葬儀のことを考えてやっていきたいなと思ったので、もうやめようと思って。いやでもまあこれだけ聞くと、JAL を辞めて、ね、全然違う業界に行くっていうのはすごいことですけど、でも確かに、もうね、かなり前の下高山の頃から何か引きずってるものがあって、まあでも会社自体がどん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 経営破綻みたいな状況になった時に、3つの葬儀を体験されてっていうことがやっぱり大きかったってことですよそうでね。すね。それが、やっぱり一番大きくて、で、その後、いきなり葬儀屋を起業するわけではなく、どっか修行をしたみたいな感じですね。そうなんですよ。最初は、すぐにもとにかくお金ないと困ると思ったので、マナー講師をしようと思って、マナーの会社を立ち上げたんですけども、ちょっとうまくいかなくて、仕方ないので、私、葬式をやりたかったんだと思ったんですよ、その時に。忘れてたと思って。最初、そのマナー講師をやる時も、葬儀屋さんに特化したマナーを教える先生をしたかったんですよ。そしたら、全然依頼がなかったんですよ。今、自分がその葬儀屋さんになったら、それ分かるんですけど、必要ないっていうのが分かるんですけど。JAL の方には接客マナーは頼みたいけど、葬儀マナーは別に関係ないですもんね。そしてまたちょっと違うんですよね。なので、私はそれを教えたいと思ったんだけども、それはお呼びでなかったんですね。で、仕事があんまりなくて、じゃあ私、もともとは葬儀やりたかったんだからと思って、それから、お葬式に行くとなんか、
受付にこれ書いてくださいとかって手伝ってくれるお姉さんが来たりしますよね。あれをやるアルバイトを最初始めたんですなるほどよ。ね。そしてその後、今度はそれにお茶を出す係がいますよね。なんか入っていくとお茶を持ってきたりしますよね。あと、品物くれたりするお姉さんがいて。そのアルバイトを始めたんです。なるほど。でもなんかそれもちょっと違うなって思い始めた。なんかちょっと自分がやりたいこととちょっと違うと思い始めて、そのうちに、あ、そうだ、葬儀屋さんに入って勉強しようと思ったんです。ほう。そして、葬儀屋さんに入って、一から、最初は、何ですか、見習いなので、本当にただ受付のところに立ってじっと見てるだけだったんですけども、そのうちに、ちょっとそこに、居づらくなるようなちょっと事件があって、もう辞めますってことになった時に、たまたま長崎市にテナントが開くっていう話が来て、あ、じゃあそこ私やってもいいですかって手を挙げて、で、全く知らない土地に一人で来たというす流ごれい。でも、もうその葬儀屋さんを利用して、もう今年ちょうどそうなので、今年12 期、12年。ですね、会社が。すごい。そんなね、人生の変遷が。いや、そんなすごいお話とともに、この10年間、10年以上経験した葬儀屋さんでの、まあ、出来事とかね、葬式のマナーとか、あるべき葬式の姿みたいなものが、なんと Kindle 本で出版されることになりということで。もう、夢だったんですよ。子供の時小説家になりたかったので やっと夢が叶った。Amazon でね、著者としてデビューをするということでね。なので今言ったような、ね、ちょっとそのどうして JAL を辞めてその葬儀屋になった、今ちょっと触りを喋ってもらってまいりましたけど、もうちょっと詳しく本にも書いてありますし、あとは本当にね、今葬儀の形が自由になってきてるので、なんか決まりきった葬儀じゃなくていいですよ、小規模のものだっていいし、ね、いろんなやり方もあるしっていうことを書かれている本があるので、ね、やっぱりそろそろ親の世代が亡くなったりとかね、お友達が亡くなったりとかいう方も多い世代が多いと思うとね、これを見てるくださってる方は。なのでね、お葬式のことをちょっと初めに知っとくだけでバタバタしなくて済みますよね。そうですね、本当に。で、ね、本にもありましたけど、喪主になる心得とかもあったじゃないですか。確かに、自分が喪主になるとか全然想定はしてないけど、でも親が亡くなったらなるよな。でも何したらいいかわかんないってなった時に、もう、ね、わけもわからず、葬儀屋さんに丸投げされて終わっちゃって、あれ悲しめなかったって、ならないために、こういうふうなことを段取りよくやった方がいいですよっていうのを、本で自然に知っとくとすごいためになるなっていう内容でしたね。何か本の宣伝があれば、ぜひ一言お願いをしたいと思います。いや、もう、すべてが実話ですし、本当にいろんな方がおられて、なんか、何も恥ずかしいことではないし、これだけしかできなかったとか、そういうこと一切思わなくていいっていうことがわかると思うんですよ。本を読んでいただいたら。で、何も形ばかりにこだわらなくても、お金をかけなくても、いいことはたくさんできるんですよね。そういうことが分かっていただきたいなと思います。特に御手洗さんのやっているのは、まあ、家族葬がね、専門ということで、そんなにすごいね、ぶわーっといっぱい人を集めて、いっぱいお金をかけてというよりは、本当にこう、何か親しい人だけで、その意味のある葬儀というか、っていうのを、ね、丁寧にされているような、会社をやられてるという感じですもんね。あと、あれですね。死にたくなるような苦しい状況の方。
その方にもぜひね、読んでもらいたいです。この本一つ衝撃的なのは、なんと、御手洗さんが自殺未遂をすごい繰り返してた方だというのが、もう読んでびっくりして、そんなことがあったのっていう。しかも、僕、本をまとめてるにあたって、ブログを読ませていただいて、原稿を読ませていただいたんですけど、1回や2回じゃないんですもんね。そう。もう、何救十、急隊員がまたですかって。そう。何十電話回番と号いう。覚えてるんです、私。いや、だけど、そんなに何十回も自殺未遂を繰り返していながら、ある時気づいて、いや、そういうそう。人生じゃダメだっていうことに気づいて、で、今もしっかりとこの葬儀の仕事をされてるというのも、そこもまあ、本当に生と死と生き方とっていう感じのね、読み応えのあるところですよね。だからコロナが初期の頃は本当それで、ね、仕事がうまくいかなかったり、その就職してたのがダメになったり、本当苦しい方たくさんおられて、それで亡くなる方もおられたじゃないですか。今あんまり聞かなくなりましたけど、本当そういう方をね、お葬式するのすごく辛かったんですよ。なるほどね。もうちょっと私に話をね、聞かせてくれれば一緒に考えてあげたのにと思って、お金のことは本当なんとかなる。命がなくなったら何もできなくなるってことをね、本当よく分かってもらいたくて、そういう方にも読んでいただきたい。苦しいと思ってる方。なるほどね。結構ね、盛りだくさんな内容で、そういう自殺を考えているような方にもメッセージになるようなところもあれば、ね、お葬式を考えているとか、もしくは将来何か、ね、お葬式に関わることに親が亡くなっちゃったみたいなこととかにも役立つ内容にもなってますし、そして何よりこの JAL を辞めてどうして葬儀屋になったんだみたいなことも詳しく書かれている本なので、概要欄に Amazon のリンクを貼っときますので、ぜひ皆さんこれ、僕もこれ、すごいな、なるほど、そういうことなのかという、すごいためになる内容だったので、ぜひ皆さん、読み放題対象になってますので、ぜひ読んでいただきたいなと思っております。よろしくお願いします。というわけで、今日は、御手洗一郎さんでした。ありがとうございましありがた。とうございました。